歳お年玉争奪フリーキックバトル、イエーイ。お待たせしました、待ってました、哲也です。今日もよろしくお願いします。次男の大地です。お願いします。三男の父親です。よろしくお願いします。はい、お願いします。年始恒例のね、お年玉をかけた兄弟対決ということなんですが、今年はフリーキックをやりたいと思います。去年はあのかくれんぼでね、見事俺が勝利したわけなんですが、まあ、今日は3人兄弟全員サッカーやってるということでフリーキックでね勝負をしたいんですが、自信のほどはいかがでしょうか。べちゃくそあります。べちゃくそある。外したことないし、フリーキック蹴ったことねえだろお前は。ということで、まあ僕はね、止める蹴るのところの止めるができないんで、技術がないみたいに結構言われる時あるんですけど、止まってるボール結構得意なんですよ。なんでまあこの自信のあるフリーキックで弟たちと戦って、まあもしお前らが勝てばお年玉あげます。まあ、5000円ずつかな。まあ、こんなね、身長ももう抜かれてる可愛くもね、弟たちにタダであげるわけにはいかないぞというわけで、今日はこんなものを用意してもらいました。お願いします。はい、ありがとう。はい、ということで今日はこんなものを用意させていただきました。まあ見ても分かる通り世界のトッププレイヤーですね。誰か分かる？メッシ、ムバッペ、ファンダイク、トゥーリオね。まあ今のトゥーリオね。ということで、まあね、この選手たちに今日は壁をねやってもらうんで、で、この壁がですね1体2000円しましたので、もしお前らが俺に負けた場合はこの壁代払ってもらいます。お願いします。きつい。まあただまあ俺は負けたらお前らに5000円ずつだから1万円払わなきゃいけないけど、まあ、お前らは4000円ずつでいいんで、ある意味ハンデかなと。で、あとはまあ単純に同じルールでやっても、まあ、ちょっと大人げないかなということで、とりあえず俺はフリーキック10本打ちます。お前らは合計で15本打っていいから、でその10本と15本の中で多く決めた方が勝ち、単純に。で、まあ、俺が守るときは壁こいつらしか使えないけど、お前らが守るときはどっちかがキーパーでどっちかが壁入っていいから、壁は5枚でやってない方がキーパーっていうルールで、いきますんで大丈夫ですか。はい、じゃあそれではお年玉争奪フリーキックバトルスタート。オー。じゃあとりあえずここから俺がこ左側から5本、右側から5本、それ最初にテン君が10本蹴るの。そう、俺は10本ね。で、お前らはこっちから5本、あっちから5本で、真ん中から5本で、最後の5本は2人どっちが蹴るか分かんない、こういうやつやっていた。それでは対決スタート。さあ行くぞ、1本目。弱かったな。テックの最初全部蹴る。交互に蹴ら。そっちの方が面白い。しょうがない、最初蹴っていいよ。最初蹴っていいよ。ゴールがでかく見えるわ。タンカ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 タ
自称の旅行をして。大丈夫か？大丈夫か？おい、おい、どこ当たった？手、あ、ハンドだこいつ。ハンドです。どこ狙うのでしょう？どこ狙うの？あ、お兄ちゃんちっちゃいんで。
右上で寝ます。いいね。入んない。それじゃあこれやばいな。パスじゃねえか。狙いは師匠の横に強い球を、これファースト、ね、ゴール。素晴らしくないですか今の。見ましたか、狙い通り師匠の横スーッてネットにシコーンいって大地乗ってブッシャーいって素晴らしい。長男鉄の放ったボールは予告通り壁の横を鋭くすり抜けゴールに吸い込まれた。これには次男大地手を触れるも弾き飛ばされ止めることができずゴールイン。ゴール。あー危ねえと触られたな。先生と許しましたね。はい。まあまあ許容範囲っす。まだ1点くらい許容範囲っすよ。こっからっすね。こっからっすね。狙いは。ファンダイクの上あたり狙って巻いて決める感じで狙い。いいっすね。ピッ。うわーい。うわい。あ、でも壁当たってる。当たっちゃったファンダイク。ファンダイクの頭上を狙った大地のシュートはファンダイクの頭をかすめてしまったためルール的にノーゴール。現役大学生の鋭いシュートに長男鉄止めきることができないがルールに救われました。あぶねー。ガチか。なんかでも今人生で初めてちゃんとフリーキック決められた感あったわ。キーパーとして。まだ足が硬いよ。あのね、意外と比較的ね、下2人は仲悪いんですよ。僕は結構年離れてるんで、まあ、で3人だと仲良くやるんですけど、あいつら下2人だと結構喧嘩始まるんで、まあ、仲間割れしてくれれば。スプーなってことですね。そうですね。揉め出したらこっちのもんですから。止めろよ。始まったじゃん。うわあ！危ねえ！美しい軌道だったのに。鉄の放ったシュートはお手本のような軌道を描きゴール左隅へ。しかしポスト直撃でこの表情。いや、ブサイクすぎるだろ。欲しいですね。もうでもだいぶ標準合ってきてるんで。そろそろ決めたいですね。どこ狙いで？さっきと同じ感じで。ちょっと内側すぎたんで、次トゥーリオの、トゥーリオとファンダイクの間くらいかな。まあ感じで。はい。おー！ナイス壁！トゥーリオ。ナイストゥ！ナイストゥ！狙いは？さっきと同じ軌道で綺麗に壁越してちょっと決めたいと思います。うわあ！俺と同じ。ヘボ。ええ。さあ決めろよ。え、今あんな？同じ。一度の同じ。狙いは？左のファー、もう一回狙います。セーッ！お！うわあ！ああ！中学生師匠の放った球はいいコースに飛ぶが威力が足りず簡単に弾けると思いきやまさかの空振り。これが25歳老いなのか。完全に俺の目
じゃん。いやいいよ。今さ、そんな体力しなかったよね。絶対取れたでしょ。やらかした。全然コース合わなかった。やらかした。